月亭八宝は、日本の落語家、タレント。本名、寺脇生次。大阪府大阪市福島区出身。吉本工業所属。血液型 B 型。が当た。月亭八宝の長男。姉は、一般人であるため、非公表。八宝という講座名の由来は、親の七光を超えて欲しいという、八宝の父としての思いから付けられたものである。 その一方でよく他の先輩芸人に父親に頼りすぎなどと評されている。本人も相撲の若鷹を見習って一時期、親子の縁を切って指定のみの関係となったが、親子ともにそれを忘れてしまいとんざ。現在は蝶ネクタイに短パンのいわゆるアホボンルックで登場するなど、むしろ親の七光を自らの芸風としている。もともと二角に弟子入りしたかったが、 八方が二角に気を使うからという理由で却下。その次に大々師匠である米長への弟子入りを母親に相談すると3日で八方を起こすかと反対される。ならばと今度は八方に大師匠の課長に弟子入りの相談をしたら八方と八甲が兄弟弟子になりややこしくなること。母さ自身がこの頃すでに吉本工業から経営プロダクションに移籍していたことや、 親子での仕事がしづらいなどの理由や、父に面倒を見てもらえばよいという課長の考えもあり、却下されたなど。他にも子供の頃からお世話になっていた、ザ・ボンチのボンチおさむからは、ボン八など候補があった。どれも、漢字の八が入っている。他に、親子で、兄弟弟子という落語家は、三遊亭吉見学、三遊亭王楽、二代目、桂春長、三代目。 桂春町などの例がある。そのため、大楽三代目・春町二代目・林や菊蔵二代目・林や三平と、通称、坊ちゃん語として、落語会やテレビで活動している。現在は、天馬天神藩上帝、月帝会、弟,弟弟子の月帝法制との二人会で落語をする、機会が増えたため、元々師匠である父の教育方針が自由である、ことも手伝い、 発砲だけではなく、おじ弟子にあたる桂南光、桂ツラザコバラにも稽古をつけてもらっている。主なよく書けるネタに、南光に教わった、チリトテチンや、初天神、犬の目などがある。また2012年の平成購買帝では、甘恋、玄米を演じた。また、R-1 グランプリには紙芝居を用いたネタで、出場した。結密菓子は、 桂米町一門の城門であるが、月亭はじめ門は替え門として月門を併用。交友うう関係が広く、吉本工業の先輩をはじめ藤山直美、桂南光、桂雑子場などと親交がある。またロックバンドメレンウェのボーカル久保健ジとは、中学時代の同級生の間柄。三浦理恵子の大ファンであり、読売テレビ、なるとも、に、三浦が出演しているのを見た際、 用事がないのに、読売テレビまで見に行ったほどである。カンジャニエイトの横山博史とは一時期週読んで、遊んでいたほど仲が良い。現在でも横山が大阪に来るたびに遊んでいる。横山と友人の生田東馬とも、ユニバーサルスタジオジャパンに遊びに行く中。横山と仲が良いのが、カンジャニエイトファンの中で有名なため、街中で、ファンから、 患者にエイトに渡してくださいと、チョコレートやお菓子をもらうが、渡す機会がないため、子供が食べているという。仲の良い後輩芸人は、スマイルのウイエーヨシタカ、西大洋、市川ヨシーなどである。苦手なものは水泳で、全く泳げない。しかし、吉本水泳選手権、ジャイケルグランプリの25メートルをロープで引っ張ってもらう競技で、競技の10秒96を出した。 子供の大好物が、アイスとココア嫁の普段着が、かなりの露出で、パンツが丸見えらしく、エロい嫁と言われるが、気持ち悪いと言われている。本人曰く、アカシア・サンマの有名なギャグ、アホジャイ万年、パーデン年ンは、昔、楽屋で、サンマに、お前はアホかと言われた発行が、アホジャイ万年、パーデン年ンと答えて、サンマがその言葉を5000円で買ったことに始まる。ギャグは売った。 翌週のフジテレビ、俺たち氷金属で、早速サンマが使っていたとのこと。秘密の県民賞では、大阪のおかんたちから人物として高く評価されている一方、芸人としての評価は厳しいとの調査結果が出た。発行は、街中のおばちゃんたちの方が芸歴で言ったら、自分より上とコメントし、大阪のおかんの苦労とぶりについて話した。 また、大御書の芸人から、おかんによろしくな、と言われるという。なお、ご機嫌。ブランニュでは、彼が、サロマコ100キロウルトラマラソンを完走するまでの間、発行ではなく、サロ行と呼ばれる。ありがとうございます。